サルバドール・エドワード・ルリアは、イタリアの微生物学者。ファージの研究の草分けであり、分子生物学を創始した一人でもある。マックス・デルブリック、アルフレッド・ハーシーと共に1969年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。ルリアは、サルバドール・エドワード・ルリアとして、イタリアのトリノで、ユダヤ人の家庭に生まれた。1935年に、 鳥の大学医学部を卒業し、1936年から37年にかけては衛生兵としてイタリア陸軍に従軍した。その後、ローマ大学で放射線医学の授業を受け持った。ここでマックス・デルブリュックの遺伝子に関する理論を知り、細菌に感染するウイルスであるバクテリオファージを使ってその理論を検証する実験方法を考え始めた。 1938年にルリアはアメリカでフェローとして実験できることになった。しかしすぐにベニート・ムッソリーニのファシズム政権はユダヤ人がフェローとして研究に従事することを禁止した。ルリアはアメリカでもイタリアでも研究を続ける財政的基盤を失い、1938年にフランスのパリに移住した。1940年にナチスがフランスに侵攻してくると、 ルリアは自転車でマルセイユまで走り、アメリカ合衆国への移民ビザを手に入れることができた。1940年9月12日にニューヨークに到着すると、ルリアもすぐにファーストネームとミドルネームを解明した。ルリアのローマ大学時代からの知人であったエンリコ・フェルミの助けもあって、ルリアもロックフェラー財団のフェローとしてコロンビア大学で研究を続けることができた。ルリアはすぐに、 デルブリュックとハーシーに会い、彼らは共同して、コールドスプリングハーバー研究所やデルブリュックの研究室があるバンダービルト大学で実験を行った。ルリアとデルブリュックが1943年に行った有名なルリア・デルブリュックの実験は、最近の遺伝もジャンバティスト・ラマルクではなくチャールズ・ダーウィンの説に基づくことを示し、 突然変異を起こした細菌はウイルスが存在しなくてもウイルス体制を持ち得ることを示した。細菌にも自然選択説が作用するという考えは、例えば細菌の抗生物質体制も説明し得る深い結論だった。1943年から50年にかけて、ルリアはインディアナ大学で働いた。ルリアの研究室の第一期生には、 DNA の構造を解明したジェームズ・ワトソンがいる。ルリアは1947年にアメリカに帰化した。1950年、ルリアはイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校に移った。ここで大腸菌の媒地がどのようにファージの増殖を防いでいるかを観察している際、ルリアもある種の細菌が DNA を特定の配列で切断するコースを作っていることを発見した。 これらの酵素は制限酵素として知られるようになり、分子生物学には欠かせないツールとなっている。1959年、マサチューセッツ工科大学の微生物学部門の長となった。ここでは、ルリアは研究の中心をファージから細胞膜やバクテリオシンの研究に移した。1963年にサバティカルとしてパリのパスツール研究所で働いているとき、 ルリアはバクテリオシンが細胞膜の機能を破壊することを発見した。MIT に戻るとルリアの研究室ではバクテリオシンは細胞膜に穴を開けてイオンを通し細胞の電気化学勾配をなくすことによって細胞膜の機能を破壊していることを発見した。1972年にルリアは MIT のがん研究センターの長となった。この研究センターで ルリアは、デビッド・ボルティモア、トネガワ・ススム、フィリップ・シャープ、ロバート・ホロビッツら、後に、ノーベル賞を受賞する多数の科学者を育てた。ノーベル賞の他にも、ルリアは、多数の賞を受けている。1960年には、全米科学アカデミーの会員に選出され、1968年から69年に、かけてはアメリカ微生物学会の会長を務めた。 1969年にはマックス・デルブリュックと共にコロンビア大学よりルイザグロス・ホロウィッツ賞を受賞。1974年には人気を呼んだ科学の啓蒙書、分子から人間へ、生命へ、この限りなき前進で全米と諸賞を受賞している。生涯を通じてルリアは政治的な発言も積極的に行ってきた。 1957年には、ライナスポーリングと共に、核実験への抗議集会を開催した。またベトナム戦争には反対、労働組合の結成には賛成の立場を取ってきた。1970年代、ルリアは遺伝子工学の論争に巻き込まれ、程よい見通しに立って妥協の立場を取り、極端な禁止や全面的な自由よりは、ある程度の規制があるべきとした。 数々の政治的な発言のせいで、ルリアは1969年の一時期、アメリカ国立衛生研究所の助成金対象から外されていた。1991年2月6日、マサチューセッツ州のレキシントンで心臓発作のため没した。ありがとうございます。